よし、できたぞ。これはまた圧巻の鍋でござるな。特製の肉鍋だ。冷めないうちに食べてくれよな。では早速。うん、こりゃうまい。お肉そのものもさることながら、お肉の旨味が染み出してていい感じね。ある程度食べたらさらに麺を足すと最高なんだぜ。ロイドの料理は少々豪快だな。なんだよ、うまいんだからいいじゃないか。すまない、不満があったというわけではないのだ。ただ彼女が私の大切な仲間が作ってくれた料理のことをふと思い出したのだ。そのお方も豪快な料理をするでござるか。いや、日頃は冷静で、また料理の腕も確かなのだが、こと魚の、特に釣りの話になると存外に豪快な一面を見せてくれるものでね。そいつは魚が大好きなんだな。なるほど、魚でござるか。うん、何やら魚介の煮込みのような香りだが。あれ、肉鍋に見えるけど違うのか。そうでござるよ。実はこれ、ロイド殿の肉鍋を参考にした新作、名付けて海鮮鍋でござる。なるほど、あの豪快な鍋の具材を肉から魚介に変えてみたというわけか。なになに、なんかいい匂いがしてるじゃないの。うひょー、うまそうな鍋。ちょっと失礼して。ちょ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 バカだなゼロス、出来たてなんだから熱いに決まってるだろう。ほう、魚介の味が汁に染み込んで、実に芳醇な香りと味に仕上がっているな。狙い通りでござる。きっと魚介と相性がいいと思ったのでござるよ。確かにうまいけど、やっぱり俺は肉の方が。おにゃん、この味がわからないとは、ロイド君はまだまだお子様ですな。なんだと？喧嘩はやめるでござるよ。ロイド殿にもいずれこの味の良さがわかるでござる。サイラスまで俺を子供扱いして。大人ぶろうとするよりも自分の好きなものを食べるのが一番でござるよ。やっぱそうだよな。油分の多い肉系の料理は年を取ると体が受け付けなくなるものもいると聞く。若いうちに堪能しておくのが得策だということを言いたいのだろう。そういう話なのか。違うと思うぜ。いい匂いね。何かしら。ね、じゃーん、これを作ってたの。へー、ビーフシチューだね。お、うまそうじゃないか。温かいうちにどうぞ。いただくわ。うん、体が温まるいい味だ。喜んでもらえて私も嬉しいよ。アルド、食べないの？
え、いや食べるけどちょっとだけ冷ましてるんだ。アルド、熱いの苦手なの？うん、小さい頃から苦手なんだよな。あ、でもなるべく温かいうちに食べるから。無理しないで大丈夫だよ。人によって美味しい食べ方はそれぞれだからね。コレットは優しいな。それじゃあ、うん、肉がとろけるようでうまいよ。よかった。シオン、もしかしてアルドが食べなかったらもらおうと思ってたりしてる？違うわよ。ただせっかく温かい料理なのに冷ましてしまうのは少しだけもったいないって思っていただけ。なんとかして克服できないものかな。あら、何をしているの？シオン、コレット、ちょっとこの料理の味見をしてくれないか？うん、いいよ。あれ、これってシチューかな？ああ、コレットのビーフシチューを参考にして作ってみたんだ。じゃあいただこうかしら。あら、ずいぶんと冷たいのね。不思議な感じだけど美味しいわ。よかった、うまくいったみたいだ。冷たいシチューなんて初めて食べたよ。実は俺、あんまり熱い食べ物得意じゃないんだよな。それでコレットのシチューなら冷やしても美味しいんじゃないかと思って冷製クリームシチューを作ったんだ。でもそのまま冷やしただけじゃこうはならないわよね。ああ、冷たいならこっちの方が美味しいんじゃないかって味を整えたからな。うん、甘くって野菜の味をしっかり感じるね。普通料理って熱々の方が美味しいというイメージだけど、よくこんなの思いついたわね。アルドは猫ちゃんみたいな味覚なんだよ、きっと。まあ猫舌っていうくらいだしな。あれ、シオンの器もう空っぽだね。もう食べきっちゃったのか？量が少なかっただけよ。よし、できたぞ。うん、いい香り。すごいな、チキンを丸ごと焼いたのか？ああ、皮はパリッと、中はジューシーで一度食べると病みつきだ。さて、ここから。待って、辛い調味料はほどほどにだよ。心配するな、さすがに自分の分にしか書けないよ。アルフェンは辛いものが好きなのか？それはもう辛いのなんのって。アルフェンの味付けって口から火が出そうになるんだよ。そんなに辛いのか？言い過ぎだって。では一口。見た目はシンプルなのにこんなに美味しいのね。ああ、なんといっても焼き加減にはこだわっているからな。エイミだと真っ黒焦げにしそうだな。失礼ね、そんなことないわよ。多分ね。
いいかも。大変なことになってるから。いやアルフェンの作ってたローストチキン見て思いついたんだけど、チキンを丸ごと焼いて料理になるならビーフを丸ごと焼いても料理になるんじゃないかしらって。だからって一頭を直接焼こうとしなくても。なんだそういうことか。別に丸ごと焼くことはないんじゃない。っていうと、チキン1羽分くらいの大きさにビーフを切り分けてから焼けばいいんだよ。何も直接そのままの大きさで焼かないと成立しないわけじゃないと思うよ。なるほどね。じゃあいい感じのサイズにして香辛料をかけて燃えろ。うわエイミー、だからもう少し火加減を。じっくり焼くとかまどろっこしくて待ってられないのよね。そりゃそういう料理の発想になるわけだね。さあこんな感じでどう？名付けて丸焼きビーフってとこかしら。うん、どれどれ？ん？あれ？おいしい！チキンとはまた違った味わいでおいしいよ。豪快なエイミーだからこそできた料理って感じだね。なんか失礼なこと言われてる気がする。あら、鼻がいいのね。ちょうどパンケーキが焼けたところよ。パンケーキ、私、甘いもの大好き。うん、甘くてふわふわで幸せ。うん、これは美味だが、例えばどうだろう、この世界の珍味を隠し味として追加してみるというのは。へえ、パンケーキって珍味を入れると美味しくなるんだ。デュオハレムって物知りだね。うん、あれシオンも何か物足りないの？量が全然足りないわ。そっか、それじゃまたいっぱい作ってみんなで一緒に食べよう。こうやってみんなでご飯を食べるのって楽しいね。はじめは野営して料理するなんてって思ったけど、なんとかなるもんね。エイミはこっちの方が向いてそうだよな。拙者も人食い沼で生活していた時の経験が生きたでござるよ。普通に料理するのと違ってなんだか楽しかったな。食事をすることが楽しいって思えるようになるなんて昔は考えてもみなかったな。みんなにそう言ってもらえると私も教えた甲斐があるわね。ああありがとうなシオン。